浜地正和さん、はい、委員長、はい、公明党の浜地正和でございます。午前中の参考人質に続いて質問させていただきます。まず冒頭森法務大臣のお聞きをしますが、今の国民の皆さんはこのコロナ禍においてですね、この国会審議どういう法案がその必要性においてなぜやるのかということに非常に注目が集まっております。基本的には国民の皆様方のお考えの中にはコロナ対策以外はなぜその法案をやるのかということの説明がないと納得をいかないといったような声も聞かれるわけでございます。そこで、国民の皆様方に分かるようになぜこのコロナ禍でこの時期に、この本法案を審議するのか森法務大臣にお答えいただきたいと思います。はい、大臣。まず新型コロナウイルス感染症対策については政府を挙げて取り組んでいるところでございます。一方、近時いわゆる煽り運転による悲惨な死傷事犯が少なからず発生しており、この種事犯に対して厳正な対処を求める国民の声も高まっております。現行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第4号の危険運転致死傷罪については、例えば加害者が通行妨害目的で走行中の被害者車両の前方で自車を停止し、被害者車両が衝突するなどして人を死傷させたとしても、著しく接近したときの加害者車両の速度が重大な交通の危険を生じさせる速度との要件を満たさなければ同号に掲げる行為には該当しないことになります。しかしながらこうした行為は近似の事案でも見られるところであり、被害者車両の走行速度や周囲の交通状況等によっては重大な死傷事故につながる危険性が類型的に高く、現行の危険運転致死傷罪に規定される行為と同等の討伐性を有するものと考えられます。そこでこうした行為を実行行為として捉え、よって人を死傷させた場合も危険運転致死傷罪の対象をする必要があると考え、今般の法整備を行うこととしたものであります。私が大臣に就任してから、国民の皆様のお声に応えて急いで、法制審の方で審議をし、諮問し審議し結論を出していただいたものでございます。コロナ禍ではありますが、この法案をですね、一刻も早く成立をさせるということ、それが大切であると思います。午前中も被害者支援ネットワーク理事の方からのお話もありましたように、この一刻も早い成立施行によって、このような、重大な死傷事故をですね、少なくしていくということが今回の法案を提出した目的でございます。委員長、しっかり理解をさせていただきました。特にこの緊急事態宣言が解除されて、これから観光に出られる方々も多くなると思います。ですのでまさに、高速道路での事故と、またそれに付随して煽り行為というものもですね、生じる可能性もあるわけでございます。ちなみにこの法案の付則には、施行の日は公布の日から起算して20日を経過した日から施行されますので、そういう意味では速やかな施行が予定されている法案でございますので、まさに私自身もこのコロナ禍で収束後のですね、やはり交通事情を考えるとこの法案は一刻も早く成立をさせるべきだというふうに思うところでございます。で、先ほど大臣の答弁でも出ましたけれども、実行行為の問題がございました。今回の2条の5号6号は主に速度を出さずに停止する行為を処罰の対象にするわけでございますが、ただ東名高速事件の時にはですね、停止行為ということで、速度がなかったということでなかなか難しい認定をしたわけでございます。その直前の行為を捉えて、そこから結果にわたる因果関係論で認定をしたところでございます。それともう一つ指摘があるのは、この4号のですね、重大な交通の危険を生じるさせる速度というふうに、ございますので、これは場合によっては低速もしくは0キロでも当たるのではないかという指摘もあるところでございます。そこで、この2つの問題でございますが、東名高速のように今回因果関係論を適用すれば5号6号は必要なかったのではないか、
もう一つ4号のですね、重大な交通の危険を生じさせる速度と書いてございますが、これを低速もしくはゼロというふうに読み込むことができれば5号6号の改正は必要ではないかという声もございますが、それについて法務省に明快なお答えをいただきたいと思います。はい、川原刑事局長。お答え申し上げます。まず因果関係の点でございます。ご指摘の事件の控訴審判決は、自動車運転死傷処罰法2条4号に該当する運転行為、すなわち通行妨害目的で重大な交通の危険を生じさせる速度で被害者車両に著しく接近する運転行為があったことを認定した上で、その後に被害者車両を停止させたことは結果発生に至るまでの介在事情の一つであり、被害者の死傷結果は当該行為の危険性が現実化したものであるから、因果関係を肯定して危険運転致死傷罪の成立を認めたものと承知しております。しかしながら同号において加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して著しく接近することが要件とされているため、いわゆる煽り運転による死傷事犯でありましても、これらの要件を満たさなければ同号の運転行為に該当しないこととなります。そのため、例えば加害者車両が通行妨害目的で被害者車両の前方で停止し、被害者車両が追突するなどして人が死傷した場合で、著しく接近した時の加害者車両の速度が重大な交通の危険を生じさせる速度との要件を満たさない場合などについては、ご指摘の控訴審判決の考え方を前提としても現行法の下では危険運転致死傷罪として処罰することができないものと考えております。そこでこうした行為を実行行為として捉え、よって人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪の対象とするため、今般の法整備が必要であると考えたものであります。また速度の要件でございます。現行の自動車運転死傷処罰法24号の重大な交通の危険を生じさせる速度とは、妨害目的で特定の相手方に著しく接近した場合に自社が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故になることを回避することが困難であると一般的に認められる速度を意味するところでございます。実務もこの解釈を前提にしているものと考えられるところ、先ほどの控訴審判決におきましては、立法趣旨を踏まえると速度要件を満たす下限、下の方の限界ですが、下限を具体的な数値で一般的に確することは困難であるとしても、速度がゼロとなる直前停止行為は類型的に該当しないと判示し、重大な交通の危険を生じさせる速度には下限があり、停止はこれに当たらないとしております。このような考え方を前提といたしますと、重大な交通の危険を生じさせる速度には一定速度以下の低速度の走行や停止させることは含まれないこととなるため、例えば加害者車両が通行妨害目的で被害者車両に著しく接近した場合において、その際の速度が同号の罪の成立に必要とされる一定速度以下の低速度であったり停止したりしたときは、同号の実行行為である運転行為に該当せず、事案の実態に即した対処をすることができないことになります。従いまして、今回のような法整備が必要であると考えているところでございます。委員長。はい、詳しい説明ありがとうございました。私もその考えでございますけれども、改めて、この法務委員会での答弁、質疑という場でですね、法務省の考えを聞いたところでございます。で、次に先ほど私は参考人質疑で聞いた問題意識でございます。世の中の方はですね、今回道路交通法、警察庁所管の道路交通法の煽り運転罪をこの度創設することになったわけでございます。煽り運転を行っても罪に問われるということは非常に画期的でございますけれども、ただ死傷の結果が生じた場合にはこの危険運転罪の適用があるのではないかというふうに考えたところでございます。しかし、先ほどの参考人の橋爪、参考人を言われておりましたけれども、この危険運転、この今回の法務省の法案の方の実行行為は生命身体に対する、危険の高い類型に限定しているという、そういったお話がございました。しかし、道交法の117条の2の2、いわゆる煽り運転罪は、先ほどの参考人質疑でも申し上げましたが、車両等の灯火、いわゆるハイビームを多用する、もしくは軽音機の使用、クラクションというものも煽り運転では処罰をするというふうになっております。かつ
ただ単にクラクションを鳴らすとか、またハイビームをするのではなくて、そういった行為が交通の危険を生じさせる恐れのある方法による場合を処罰するわけでございますので、そのように限定をかけているわけでございます。そうしますと、この危険運転致死傷罪においてもですね、やはり、危険行為の実行行為として、生命身体に対する危険性の高い行為にの類型に限定しているわけでございますけれども、この道交法の煽り運転罪においても非常に危険性を生じさせる行為に当たるハイビームやクラクションの多用を規定しているわけでございますので、私は個人的にはそういった行為も今回の2条の4号になると思うんでございますけれども、そういった検討をすべきだったかと思っております。先ほどの参考人の、答弁では検討したけどもということで検討項目に上がったようでございますが、改めて法務省にこういったハイビームや、クラクションを多用する行為を、なぜ今回危険運転、主に2条4号に当たる場合だと思いますけれども、これを盛り込まなかったのか、明快な答弁いただきたいと思います。はい、川原局長。お答え申し上げます。危険運転致死傷罪は、故意に自動車の危険な運転行為を行い、その結果人を死傷させたものを、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させたものに準じて処罰しようとするものであり、暴行の結果的過重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。いわゆる煽り運転の対応としましては、今委員がご指摘されましたクラクションやハイビームが用いられることはあり得るものの、それ自体は、危険運転致死傷罪が処罰の対象とする運転行為には当たらない上、クラクションやハイビームは物理的な接近を伴うものではなく、これらの行為を危険運転致死傷罪の対象とすることは現行の同罪の考え方と整合せず、また暴行に当たらない脅迫による致死傷という犯罪類型を創設することになるという点で、刑法の考え方との整合性にも疑義があるということから、今般の法整備としては対象としていないものであります。以上。はい、はい、局長の答弁でよく分かりました。もともとの犯罪類型として暴行や傷害に対するものを規定しているのが、その危険自動車運転における危険を規定しているのが危険運転致死傷罪だということでございます。ただ実際にはですね、おそらく著しく危険な方法による運転でございますので、例えば非常に急接近をしたりとか、または急に割り込みをして、かつその時にハイビームをしたりですね、またクラクションを鳴らすという行為、これ自体は処罰の対象にならないんですが、こういう対応の一つとしてですね、当然接近があればその中において、クラクションやハイビームということの行為もですね、おそらくさまざまな量刑の中にも盛り込まれるんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ先ほど申し上げた問題意識も含めてですね、運用に生かしていただければというふうに思うところでございます。で、最後の項目になりますけれども、午前中の参考人質疑でも若干この妨害目的というところが非常にしっかりと運用によって厳格に運用されなければなかなか広がってしまうのではないかというような、懸念もあったところでございます。そこでまず端的に、この危険運転、致死傷罪における妨害目的というのは具体的にはどのような目的を指すのか、法務省にこれ簡潔にご答弁いただきたいと思います。はい、川原局長。お答え申し上げます。ご指摘の通行を妨害する目的とは、相手方に自社との衝突を避けるために急な回避措置を取らせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することで、意図することを言うものでございまして、これらについての密的な認識、任用があるだけでは足りないと考えております。はい、南口さん。そうですね、ちょっとあんまり細かくと、先ほどの参考人の答弁はですね、橋爪委員はこれ法制審の先生なんですけども、具体的と言われたのか積極的と言われたのか、そういった認識までは必要ではないのではないかというふうに私は捉えたんですけども、そのような認識でいいですか。要は相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することを目的というふうに捉えられましたけれども、そこもうちょっと答弁していただいていいですか。
はい、で局長、ちょっと朝の議事録がすみません、私もまだ出来上がってないので、ちょっと今正確性かけますけど。お答え申し上げます。先ほどご答弁申し上げましたように、相手方の自由かつ安全な通行を妨げること、これにつきましては積極的に意図することが必要でございます。で、おそらく午前中の橋爪、参考人の お答えはその意図、積極的な意図という状態は必要であるけども、その特定の車、その意図の向けられた特定の車の通行を妨害する意図までは必要でないと、そのようなことを言った趣旨であろうと思います。はい、浜内さん。すみません、私もそうであると今改めて、感じたところでございます。そこで、そうは言いましても、先ほど参考人の皆様方からですね、理屈の上ではなかなかこれ妨害目的というのは、当てはまりうるということですので、だから今後の運用が大事なんだということがございました。そこでこれまた具体的なケースを申し上げるとなかなか当てはめ難しいんですが、以下の3つのケースについては、一般論として、妨害目的が認められうるのかということを最後質問したいと思います。一つ目が、被害車両にも致傷の結果が生じましたが、その後第三者車両が玉突きをした場合が考えられます。もう一つは、積極的に意図をした被害車両は実は危険を回避したと、しかしその直後に走ってきた第三者車両が追突をするケースもあろうかと思っております。でもう一つ最後に、これも被害車両は危険を回避しましたが、しばらく経ってから第三者車両が追突をする、高速道路ではそういったことが起きうると思いますが、この3つのケースについて、いわゆる被害車両に、危険は生じました、しかし第三者車両が玉突きをした場合、被害車両は危険を回避しましたが直後の第三者車両が追突した場合、被害車両は同じように危険を回避しましたがしばらく経って第三者車両が追突した場合に妨害目的が認定できるか、一般論で結構ですので最後お答えいただきたいと思います。はい、川原局長。お答え申し上げます。まず通行妨害目的との関係でございますが、先ほど来申し上げておりますように積極的な意図が必要ですので、まずその積極的な意図を有する目的があるということが大前提になります。その上で申し上げますと、特定の車の通行を妨害する目的、すなわちその目的が向いている対象が特定の車である必要はございません。したがいまして、いずれのケースにおきましても通行妨害目的があるならば、積極的に、自由かつ安全な車の進行を妨げるという目的があれば、これは通行妨害目的があることになります。あとはその世の要件との関係でございますが、1のケースは、因果関係が、1のケースは、すみません、1のケースは運転行為と致傷結果との間に因果関係が認められれば、今回の改正後の5号の罪が成立いたします。2号も、2つ目のケースも同様でございます。で、問題は3つ目のケースでございます。しばらく経ってからぶつかっている、すなわちこの犯人の主観においては妨害してやろうと思っていたその特定の車は衝突を回避したんですが、後ろから来た第三者車両がさらに玉突きをして第三者車両に乗っている人が死傷したという場合でございます。で、先ほど来申し上げておりますように積極的な意図はあり、その目的の対象は特定の車である必要はありませんので通行妨害目的はあるのですが、その3つ目の事例になりますと、そもそもしばらくしてから追突しているということですので、第三者車両は、加害者による当該運転行為の時点では、加害車両から離れた地点を走行しているというふうに考えられますので、実行行為である著しく接近することとなる方法との要件を満たさない、あるいは場合によっては運転行為と死傷結果との間の因果関係を欠けるということで、5号の罪は成立しないこととなると考えられます。はい、私は具体的にイメージできました。先ほどもございました通り、あまり要件が広すぎて、そういった運用にならないようにですね、これから法律が成立をしましたら、
まあ、運用のやり方も含めてですね、しっかりと検討いただきたいというふうに思います。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。次に黒岩隆弘